皆さんこんばんは、モドエののりです。はい、今日はですね、2020年12月31日大晦日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ですね、ちょっとバタバタしててなかなか動画が上げれなくて申し訳ございませんね。今日もちょっとね、大晦日でございますよ。バタバタしておりますが、なぜならば明日からね、ゆっくり三が日過ごしたいわけですから。はい、なんですけれども、やっぱりね、2020年も YouTube ご視聴いただいてる皆さんには本当に本当にお世話になりましたので、やっぱり挨拶をねしないといけないなと思いまして、動画撮影しております。皆さんこの1年本当ね、特にやっぱり私は K-POP アイズワンのコンテンツが多かったと思うんですけれども、私のオタ活動画にお付き合いいただき本当に本当にありがとうございました。やっぱりね、好きなものを楽しむっていうのは本当に幸せなことだなと思っております。今年はね、アリアが、去年出産をして、今年アリアが退院して7ヶ月間入院をしてたんですけれども、退院をしてお家に帰ってきてから、やっぱりね、24時間体制で子育てしてるので、なかなかね動画を作るのが難しかったりする時期もあったんですけれども、アリアも少しずつ少しずつですね、一人遊びができるようになったりとか、まあ最近ちょっともう少しで歩き出しそうなので大変になるかもしれないんですけれども、これからもね一緒にもっともっと楽しいことね、ママの好きなことも共有して、アリアの好きなこともママに共有してもらって楽しんでいこうかなと思っておりますので、来年もねよろしければぜひ私の YouTube お付き合いいただければ嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。あ、ちなみにですね、LINE、 皆さん LINE 使ってますよね。LINE の公式アカウントモード A のりが開設されまして、11月からね開設しまして、主にアリアの成長とか、まあ、アリアとダイちゃんの日常なんかをアップしてます。タイムラインにアップしてます。特にね、こう皆さんに通知がいくような感じではやってないので、タイムラインに投稿してるので、よかったらね投稿覗きに来ていただければと思います。下の説明欄に友達登録の、URL 載せておくので、よかったらぜひ気軽に友達になってください。はい、これまた改めてね、年明けにちゃんと動画にしようかなと思います。はい、というわけでちょっと話が逸れてしまったんですけれども、2020年大変大変お世話になりました。本当に本当にありがとうございました。2021年、来年もどうぞよろしくお願いします。